この業が選ぶ女性というのは増えてるわけなんですよ。サービスの質も上がってるんですよ。日本人でしたらこれ風俗で遊ばないともったいないですよ。お疲れ様です。真面目社長です。今回は業界で昔より良くなったことを、今回この動画を撮ろうかと思った理由なんですけれども、私もですね、視聴者の方に、たくさんお会いする機会が最近増えてきました。例えばお茶企画であったりとか、風俗おごります企画でね、実際に風俗をおごったりとか、その中でですね、皆さんによく聞く声がありまして、10年前とかね、風俗を1回利用したんだけどものすごい嫌な思いをしたと、これは二度と引きたくない、こんな方がですね結構いらっしゃるんですよ。で、僕も実際に風俗をおごった人の中で7年ぶりね、風俗に行って利用した後にものすごい満足しましたと、いや真面目社長にきっかけでね、風俗にまた行けてすごい良かったですというふうに言っていただけたんですよ。つまりですね、5年前10年前に、風俗1回行って嫌な思いをしていても、もしかしたらですね、次に行ったらむちゃくちゃいい思いができるかもしれないんですよ。むしろですね、風俗業界のサービスとか女の子の質も上がってますので、満足できる可能性が非常に高いと僕は思ってるんですね。そのことをですね、皆様にお伝えしたくて、昔と今と具体的に何が変わったのかっていうのを厳選して7つ皆様にお伝えしたいと思います。ですので、この動画を見て、まあ、風俗にね、過去に行ってちょっと嫌な思いをしてて、まあ、最近は風俗行ってないなとかね、いや風俗なんか二度と行くかという思いをしてる方も考え直してみてもらいたいんですよ。そしてね、僕にチャンスを一回ください。もう一回だけ行ってみて、どうなのかと、この動画を見てね、そのきっかけになれば幸いと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、スタッフの接客電話応対。これはですね、僕もデリヘルを開業する際にいろんなお店に実は行ったんですよ。そこで何を思ったかというと、絶対勝てる、こう確信したんですね。それはなぜかというと、同業他社の男子スタッフの接客のレベルがかなり低かったんですよ。ただ14年前の話ですね。どういう対応だったかというと、例えばですけど、デリヘルで予約をする際にですね、この辺りホテルがわからないんで、ホテルってどの辺りに入ればいいですかって聞いたんですよ、僕が。そしたら店員さんが、いやー、うちが経営してるわけじゃないんで分かんないですねって言われたんですよ。あとは人気があるって言われてるお店にですね、電話をして、今からすぐ遊びたいんですけど、誰が行けますかって聞いたんですよ。そしたら、ホームページ見てからかけ直してください、ガチャンって切られたんですよ。ひどくないですか。でもそういうお店が当たり前のようにあったわけなんですよ。それを見て、僕は普通の当たり前のことは当たり前にやって、接客業としての対応していればお客様の満足度も上がるんじゃないか、そう思って、うちのその接客のスタイルを確立させたわけなんですよね。ただですね、時代の流れとともにですね、どん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 ね、男子スタッフの対応も丁寧になってきます。業界全体として丁寧になってきてるので、それがまあ当たり前になりつつあるんですね。だから一昔前に比べると全然丁寧です。予約する際にストレスなく予約できるお店も増えておりますので、問い合わせをしてみていただいて、例えば電話の対応がちょっとひどいなっていう感じであれば、利用せずにですね、予約を入れなければね、そこで終わることもできますから、お店を利用するかどうかの判断材料にしてもいいのかなと僕は思ってます。ぜひですね、一応問い合わせをして確かめてみてください。次ですね、悪質店が減った。これはですね、理由があるんですよ。ネット社会になりましたよね。15年前っていうのはスマートフォンすらなかったわけなんですよ。今世の中のそのサービス業の判断基準となっているのが口コミだったりレビューだったりとかね、そういうものになってくるんですよね。いいお店悪いお店っていうのがそこで白日のもとにさらされるわけですよ。あとは SNS ですよね。ひどいサービスを受けたらそこでさらされてしまうわけですよね。それによって皆さんが、あ、このお店はちょっとサービス悪いんじゃないかなとかいうのを知ることができるんですよ。だからネット社会になってユーザー側がたくさんの情報を得られるようになった。その情報の中から自分が行きたいお店を選べるようになった。だから悪質店が減ったんですね。昔だったらそのぼったくりだったりとか振り替え店ね、おごります企画でもいらっしゃいましたけど、普通の体型の子の写真で呼んだら100キロぐらいのね、ふくよかな女性が来たと、そういう事例もね、実際あったんですよ昔は。今はですね、そういう話ってほとんど聞かないです。
よりですね安心して遊びができるようになっておりますから、ぜひ改めてですね風俗のポータルサイトでもいいですしお店を、見てみていただけると遊びたくなってきたなってなるかもしれないのでぜひですね調べてみてください。で次ですねネット予約が主流になった風俗ってデリヘルもあれば店舗型もありますよね。特に店舗型の場合は看板を見てお客さんが入ってくるっていうこともね大いにあったわけですよ。看板見てここの店覗いてみて、パネル見て、どうしようかな、あじゃあちょっと別のお店を見てみますということで別のお店行ってパネル見てどうしようかなみたいな遊び方って結構主流だったんですけど、それがですね今実はちょっと減ってきてまして、事前にですねホームページを見ればある程度写真がですね見れるわけなんですよ。昔はもう全員が顔出ししてないみたいなこともあったんですけど、顔出ししてる女性も増えてますし、まあ事前に予約がねしやすくなったんですよ。昔はもちろんねガラケーの時代とかはそういったネット予約っていうのがねほとんどなかったわけですよ。パソコンではできたと思うんですけれども、それが今もうスマホでできてしまうんで、より手軽になったっていうのがでかいですよね。もう予約入れた状態でお店に向かうっていうのが今はもう主流になってまして、店舗型が集中してる街でももう今ね大半がネット予約ですよみたいなお店も増えてるんですよ。いきなり行って今すぐ空いてる子っていうのももちろんねいい出会いがあるかもしれませんけれども、事前に調べてから予約をすればより満足度の高い遊びになると思いますから、ネット予約が増えてるっていうのはユーザーにとっていいことだと思ってます。はい、次ですね、お店や女の子を選ぶための情報が増えた。何でねお店を選んだりとか女の子を選ぶかというとホームページですよね。スマートフォンかパソコンで例えば新宿デリヘルって検索して出てきたところを見ていくと、そこに飛んだ時に昔よりコンテンツがむちゃくちゃ増えてるんですよ。でそもそも15年前って写メ日記がなかったんですよ。そうするとお店のねパネル写真だけで僕らは選ばないとダメだったんです。お店の写真ってどうですか皆さん。スタジオでバチーンってねこうライティング浴びてみたいな写真が多くないですか。なので分かりづらかったんですよ。生々しくないっていうか、あとは顔出ししてない女性も多かったんですよ昔は。そうすると選ぶ方は結構大変だったんですよね。もうパネル写真とコメントだけでよしこれ予約しようみたいなギャンブル性が高かった。ただ今で言うと、まあ、パネル写真コメントはもちろんあるんですけど、そっから写メ日記に飛んでどういう女の子なのかな、この写真でスタイルねだいぶわかるなとか、動画を見たりとか、あとはその子の性格ね趣味が分かったりとか、人間性とか中身までわかるようになってると。ですのでぜひですね今改めてホームページを見ていただいて、どんなコンテンツがあるのかなとかっていうのをぜひね見てみていただきたいと思います。はい、次ですね、コンセプトが増えた。もともと日本っていうのは世界と比較してもめちゃくちゃ風俗の種類が多いんですよ。これやっぱ日本人のアイデア発想でどん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 ね細分化されていったわけですけども、幅広い性癖にお答えするようなコンセプトができていってるんですよ。これはもう年々やっぱ増えていっていて、あこれありそうでなかったなみたいな。例えばギャルのお店で S っぽく攻めるとか、排泄系のお店があったりとか、戦隊ものヒロインものみたいなお店だったりとか、もう幅広くあるんで、こんだけ種類が多いね、まあ本当世界一と言っても過言ではないので、日本人でしたらこれ風俗で遊ばないともったいないですよ。もう世界の風俗っていうのは大体ですね同じような似たようなコンセプトというか、コンセプトもほとんどないんですよね。だから日本っていうのはコスプレだけでも何種類あるんだっていうぐらい幅広いニーズにねマッチしているお店がありますから、ぜひ日本人であれば風俗に行きましょう。はい、次ですね、他業界で活躍している人が積極的にこの業界に来るようになったんですよ。これはうちでもですね他の一般の業界から転職してくる方が非常に増えてるんですよ。建設の業界であったりとか IT の業界であったりとか、いろんな業界の方がまあ、この業界に注目しているっていうことの表れだと思うんですよ。新卒で来るような人もいますからね。ですので、やっぱこう風俗業界というのは認知されていますし、まあ、私もこうして発信させていただいてるんで、あもしかしたら風俗業界ってちゃんとした会社もあるのかなみたいな、すごい悪いイメージを持ってる方もいると思うんですけど、やっぱりこう昔と全然違ってですね、クリーンな会社っていうのがむちゃくちゃ多いです今は。もう全く違う業界といっても過言ではないぐらい
安心して働けますから、普通のビジネスと考えてやっていただければものすごくチャンスがある業界なんで、興味がある方は風俗業界の選択肢の一つに加えてみてもいいと思いますし、そういった人材のレベルが上がったってことはお店のサービスの質も上がるわけなんで、ユーザー様にとっても大きなメリットになるわけですよね。昔よりも人材の質が上がって風俗のサービスの質が上がってるっていうことなんですね。はい、では最後ですね、女の子のレベルが上がりました。これは一番我々としてはね、嬉しいことじゃないですか。じゃあなぜね、女の子のレベルが上がったかっていうことなんですけれども、やっぱり昔はですね、ちょっと訳ありの女性が風俗をやらざるを得なくなったみたいなケースがあったと思うんですよ。生活に困窮してるとか。今の時代っていうのは、まあ性がオープンになってるっていうところもあって、女性も例えば奨学金を返すために学生の女の子が働いてたりとか、起業したいからお金を貯めたいみたいな前向きな理由で効率よくお金を稼げるんで、この業が選ぶ女性っていうのは増えてるわけなんですよ。だから必然的に数が増えるんで、その分質も上がっていってるっていうのが今の状況なんですよ。なおかつこう数が増えると競争率上がりません？競争率が上がると、女の子側も努力をしていかなければいけない。見た目を磨いたりとか、あとは接客ですよね。今ですね、空前の講習ブームなんですよ。講習っていうのはですね、もともと風俗嬢をやられていて、結構人気だった人ね、中にはレジェンドクラスのね、本当にもう予約が取れない人気嬢だったみたいな人たちが風俗の接客を教える講師になってるんですよ。それをね、自分で身銭を切って受ける女性が増えてるんですよ。さらにね、接客の質が良くなって、でお客様の満足度が上がる。だから女性の質っていうのは見た目もそうだし、サービスの質も上がってるんですよ。だから昔と比べると満足度が高くなってますので、一回騙されたと思ってホームページを見てみてください。昔と比べてどんな女性がいるのかなっていうのを見て、風俗に興味を持っていただけますと幸いです。この動画を見てですね、面白かった、ためになった、そういった方は、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。あとはですね、いや昔よりここが良くなったよと、こここうなってますよとか、そういうのがあればぜひコメント欄で、書いていただければ、幸いです。それでは失礼いたします。